旧統一協会の被害者救済に向け、悪質な寄付を規制する新しい法律が、先ほど与野党の賛成多数で成立しました。この法律では、宗教法人などが不安を煽り、寄付が必要不可欠だと告げるなどの不当な勧誘を禁止し、刑事罰を規定しています。また、法人側に対して、 個人の自由な意思を抑圧しないなどとする配慮義務を課しました。野党側の要求を踏まえ、法人側が遵守しない場合に勧告や公表を行うとし、条文の表現も配慮しなければならないから十分に配慮しなければならないに修正しました。今日は臨時国会の会期末で、土曜日にもかかわらず異例の審議と採決が行われました。自民公明に加え、 野党の立憲、維新、国民民主などが賛成し、賛成多数で成立しました。共産令和は反対しました。